どうも、ボビーアトレザーのボビーです。えー、今日は。十二月二十二日ですね、えー。火曜日。ね、百十二回目の。ライブ配信になります。それでは。オープニングムービーを。どうぞ。 えー、ボビーアトレザーのボビーです。大阪のですね、えー、ボビーアトレザーのアトリエから、えー、ライブでお届けしております。えー、今日はあまああのー、12月の22日ですね。あのー、なんかこう占いのこととかはちょっと詳しくないんですけど、なんかそういう,うなんで見たらあの今日は今日からですね。えー なですかグレートコンジャクションが <laughs> 分かりませんけどなんか流れが変わる風の時代に突入するというかあそういうふうに僕だけかもしれないけど YouTube とかこう、ね、あのつけててこう作業したりするでしょだから あのなんか最近この十十二月二十二日からあ「変わります」とかなんかなんかそのなんか流れがあるんでしょうねこの地球のわ <laughs> かりませんけど、うん、なんかそういうなんでいうの記事が言えような動画関連動画みたいなのが ね、あのなんかいつも業ょさん上がってるんで、えーね、僕も <laughs> そういうことはね特に、えー、調べたりも普段してない、してるわけでもないんですけどね、うん、まあまあ、うん、なんかそういう流れが、あのー、また新しい流れが来るような,な,なんからしいですね今日からね、うん。まあまあいつものように、えー、アトリエで、えー、ね制作させていただいて。 でまあ、こういう話しさせていただいてという感じのねサイクルですけどもね。うん、でまあ今日はあ,あのーまあ、それでまあそれも関連することがあんですけど、えー「あなたのラッキーアイテムは何ですか?」っていうことですね、えー、まあそういうタイトルにして配信しております。ねえーまあ、あの自分の おお思い出というかなんかこう振り返って見てずっと思ってたんですけどねあのー、まあパッと思い浮かぶのは僕の場合はあれだったかなあのまあ人との出会いもそうですけどあの物を買った時割とあのね、えー、大きな買い物をした時は割とそうですねその時に流れが引き寄せられるというかなんかそういう気がしますね。うんまあ パッと言えば僕の場合何やったかないろいろあるんですけどふわっと思い浮かぶことを言ったらあのギブソンのレスポールっていうあのエレキギターねレスポールをおーまあお左利きなんであのレ,フトレフトハンドはなかなかないんですけどねたまたまあ当時右楽器の梅田店でですねあのおまあ遊びに行ってたんですね一本ずっ,ってありまして「左利きなんて珍しいな」って。 まあ、チェリーサンバーストのね、えー、レスポールですわあのスタンダードっていうやつで別に僕もエレギーギターが弾けるわけでもないんですよ正直あのギターもねコードコードとかあのアルペジオとかスリーフィンガーとかそっちの方なんでどちらかというとフレーズを全然弾かれへんような、うん、感じなんでねけどあのなんか左利き用があまあまあ左利き用は大体2割増しなんですよ価格も。 うん、でさけどもオーダーするほどもないけど目の前にあると、うん、これはと思った直感直感が働いたんですねでまあ,あのそのままあのなんていうの,あの <laughs> 買っちゃったんですね <laughs> うんまあそんなんかそんところはなんかいろいろんかこうあのアップダウンのあったとしたら周りのダウン気味な気分の時やったんですけどどちらかというとね一番思えば。うん、でそれを 買って、まああのね、その当時一人暮らししてたあの文化住宅にですね、えー、帰ってでまあこうチャカチャカ、ね、ア,ンアンプをつなぐわけでもないんでチャカチャカしてたわけですしゃかしゃか男のなりもねあのちょっと静かでええわ思いながら <laughs> あの周りのお薄い壁のとこ住んでたんでえー、ね門間の門真じゃ寝屋川の方ですよ当時。 でチャカ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 ああやりながらですねこう眺めてエツに入るわけですようんちょうどあの僕もあのブライアンアダムスがすごい、えー、好きであのその時ブライアンアダムスのイメージが僕の中で今はねグレッチとか使ってますけどねあの当時はあのレスポールをこれ、ね、T シャツにのにね G パンね500しか履いて、えー、プレイをしているう姿がですね。えー なんんか脳裏にやったんでこれで僕もブライアンやと <laughs> なりきってでまあそれでえチャカチャカチャカこうねえやっててまあその頃ぐらいからかなんかまた流れが変わったような気がしてうん,なんかねいろいろ修正されたような気持ちっていうかなんか,うんなんかこうばらまかれてなんかこうトリトッと。 どちらかというようなことがなんかこう引き寄せがこう来るようになったような気がしますね。うんそんな感じで出会いってあるあるのが物にもなんかなんかが宿ってるんかなと思ったりもするようになりましたね。であとはまああのおまああのちょうどこれぐらいの時期にオーダーしたあー一着の革ジャンですね。なまあ七十万ぐらいしたんかな。うん。 それも無理したけど、うん、まあそれを勝った時もそうですしあのなんかね流れがあ変わりましたね、うん、なんかそんな気がしますなんか節目節目があなんか出会いがあったんでしょ、ね、うね、ん、そんな感じでなんかこうあのなんかねデータ取るようなことでもないんですけど あ僕の中ではなんかそういうふうなことがよくあったので、うん、これとこれをてあの、まあ、この後ろに今ある椅子もそうですわ、うん、イームズのヴィンテージのー、ね、シェルチェアでもそうですし何か、うん、なんかねあの物との出会いっていうのはまあ,あ本でもいいですし 本ででもそうですしねいろいろ、まあ、レコードいい一枚のレコードでもそうですしね、うん、し今だ CD、うん、そう聞いていこう稲妻が走るような衝撃があったりとかね、まあ、行ったコンサートとか行った旅先でもなんかこう流れがあ好転する好転するような感じ、うん、それをね何か感じるとありますね今思えばそうかなとかねもありますし、うん、まああの。 いいことふ、ね、普,普段からこうイメージするようにはあ心掛けてはいますけどね、うん、ねあなんか皆さんどうですかねあなんかこうそういえばあ,あれをあそこの場所行ってからあなんかこうええことが続くなとかなんかないですか、うん、あのー、なんかパワースポットっていうかねうん。 まあよ僕もまあ実家にたまにねみんもうここのねこのご時世ちょっと実家に帰れない帰,れ帰りたくても帰れないようなが続いてますからあれですけどやっぱ実家に帰って友達と会ってえただそれだけのことだけどなんかねいろいろこういい感じが循環があその時はやっぱありますねうんたまたまやろうけど、う。ん でそういうふうに感じた時にまあまあ僕の場合はやったらあのボビー・アートレザーのものづくりをおしてるじゃないですか。やっぱりそのできるだけやっぱこうなんていうのなラッキーアイテムとしてそういう位置づけになるようなものをねやっぱりお届けしなきゃなっいつもそれは感じてますね。うん、あのものを作ってるんんですけどなんかこう それを通じてですね、えー、ラッキーアイテムをラッキーアイテムになるようなあ人生が好転するようなねそんなテンションが上がるようなあそういうものをですね、えー、レザーワークを通じて届けたいなっていうのはあより一層感じるようになりましたね。うん、特にあのその今日からのおお風の時代いいんですか。 いいろろネットで出,ると出てると思うんでね調べていただければ僕もちょっと勉強はしてみようかなと思いますけどね、うん、僕はあの何も見えたりとかそういうふうな人じゃないんでね残念ながらねうんまあ,あのよくねそういうのにすごくこう敏感にアンテナが張ってる方もねいろいろたまに出会うことがありますけどねうんすごいなと思いながら。でなんかそういう何かこれからの生き方とか働き方とかの なんかね節目の日になればなと思いますしね今日,今日から変わるんやったらでせっかくやったらあいい感じで過ごしてるじゃないですかね <laughs> 僕もそうですしね。うん、なんかこうねあの今回はあのクリスマスのね、えー、プレゼントとして、えー、ちょっと。 オーダーしたいんですけどというご相談とかがあ、ね、お問い合わせをいただく機会があ,ありましたんでねまあまあねあの常にはそういうのそのクリスマスだからとかあ誕生日プレゼントとして今あんまりなかったんですけど今年はねなんか誰かのために、えー、プレゼントとして、えー、送りたいんですけどということという,う、ね、お,お問い合わせとかあのオーダーとかがまあまあ続いたんで、うん、なんかそういう年なんでしょうね。うん いい、あのー、いろいろ作らせてたただきましたね、うんまあ、ストラギターストラップもそうでしたし、うん、あのぶりに名刺入れとかねあの、まあ、マスクもそうですけどね、うんまあ、時代を反映してるとそうか名刺入れねあさ、うん、この間作らせていただいてでまあそれをもうもう全部ねあのクリスマスに間に合うようにということでね、えー、全部予定組んで、えー、それをまあ全部終わって。 やっと終わってちょっと一つ一つほっとしてるところです <laughs> で。でなんかこう、うんそのね、最近こう交流会とかみたいなのもなな少なくなってるやろうし、まあ、名刺交換とかは逆に貴重なあになるんでしょうね、うん、と思います。で一時期ねあの名刺入れをですねもう6年,もう6年7年前にねあの、まあ、自分でも扱ってるよもあったし よく作らせてもらったんですね。あのボビー頼むわ。ボビー、こ,れちょっとこんな感じの色でできるとか言って。あの結構なあ名刺入れをです、ね、作らせてもらいましたねあの。まあまあでっかい、100枚ぐらい入るぐらいの <laughs>、ね、名刺のビップルームとしてね。せっかくここそ,それで、ね、縁をつないでいくわけですから、皆さんね。 ね、やっぱりそういう時に良き出会いがあるようにという思いも僕も,も、ね、自分がもうそうでしたし思ってたんで、えー、そういう形でですね、えー、数々作らせていただいて、えー、皆さんねやっぱこうなんかこう次のステージに立たれてる方が結構多くて、えーね、作ってる僕はねあの 頑張れよ自分って感じになるんですけどね周りの僕のね相手も持ってくれてる方ね名刺入れで表ってる方は結構ねあのいろんなところでなんか優勝したりとかあーなんか賞、まあ、それううこそ賞レースの時に賞をもらったりしも多かったし、あのー、なんか縁がつながってる方だとね 多いし活躍されてる方なんかメディアで活躍されてる方も多いですからね,ね、えー、頑張れ自分って感じですけどねまあなんかそういうなんかラッキーアイテムの一つとしてねなんかこう役に立てるものをやっぱり僕はボビー・アトレーザーのねクラ,フクラフターの一人としてクリエイターの一人としてそれはもうこれからも心がけてより一層ね心がけていこうかなと思います。 それではあね、えー、もうすぐクリスマスですけどね、えー、皆さん元気でね、えー、お過ごしくださいまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねばい。